ちなみにそのこれがなかったら美濃焼きとは言えないっていうようなその美濃焼きの、うん、ポイントっていうか譲れない点みたいなものはありますか？難しい。伝統的なものはありますけどね、やっぱり、こういう今の時代に合った器に順番に、ね、変えていかないと、やっぱり古いものだけにこだわってると。ああ、なるほど。まあ、そうやって変えていけるのが美濃焼きの、まあ、魅力とも言えるんですよね。やっぱり美濃といえば、死の織べきぜととか、それもね、やっぱりいい、すごくいいんですよね。やっぱりそれから新しいものを、少しずつ変えて新しいものを、デザインでも、釉薬でも少しずつ変えて、で新しいものを作り出して、やっぱり伝統って順番変わっていくじゃないですか、ね、昔からね、やっぱり冒険もありますよね、やっぱり気に入ってもらえるかどうかっていうのもあるけど。やっぱり、先ほど見てもらったのが、新しい若い子がたくさんいるんですよ。そうですね。若い方がすごいたくさんいらっしゃる。今年でも若い子がたくさん入って、こういう人がやっぱりこう刺激をさせてくれるので、僕らはいろいろ頑張れるし、若い人の、考え方を吸収したり、今までのことを教えて、伝統的なことを教えたりして、お互いに助け合っていける、行くとまた新しいものができてくるんじゃないですか。木村さんはちょっとすごい素敵な先輩ですよね、若い人にとったら。そういうことではないけど。そうなんですね。こう、木村さんの美濃焼きへの思いとか、時代どこの業界でもそうですけど、今だんだん廃れていって、美濃焼きもね、今同じように廃れていって、若い人がだんだんやれなくなってきてるんですね。ああ、なるほど。だけどこうおかげとここの会社は、みんなは僕が一番年寄りで、若い子ばっかりで、この若い子が一生懸命頑張ってくれて、こう美濃焼きを盛り上げてくれるような、新しいものをどんどん生み出してくれれば嬉しいなと思いますけどね。